ベジツァの大学、ベジツァは、ロシア西部のブリャンスク州にあった都市で、現在は、州とブリャンスク市に合併されその区となっている。人口は153,037人と、ブリャンスク市の4区の中では最大。デスナ川の左岸、ボルバ川の右岸にあり、ボルバ川がデスナ、川と合流する地点に面している。デスナ川の右岸には、ブリャンスクの古くからの中心部である、ソベツキー区がある。 ベジサの南東にはボロダルスキー区があり、ボルバ川の反対側にはベジツキー区に属する都市型集落ラジサクリロフカがある。オリオルビテプス区間の鉄道建設の始まった1860年代に集落が形成された。産業家、地主のピーアイグボニンにちなんでグボニンと当初は呼ばれていた。1868年に鉄道が開通すると駅ができた。この駅は 近くのベジチ村にちなんでベジツク駅またはベジツァ駅と呼ばれたが19世紀末に近くを流れる川にちなんでボルバ駅と改称された。1873年にブリャンスク工場と呼ばれる大きな製鉄機械工場がですな川北岸のベジツァ駅付近に完成した。この工場は今も機関車や貨車などを生産しており、 トランスマッシュホールディングの一部となっている。1925年には市の地位を得てベジツァ市となった。1921年から1929年にかけてはベジツク地区の中心地となり、1929年には地区から独立した州の直轄市となった。1934年には近郊の村や町を併合し、ベジツァはブリャンスク州でも、 最大の面積の死となった。1936年から1943年にかけてはグリゴリー・オルジョニ・キーゼにちなみ、オルジョニ・キーゼグラードと改名されていた。この地名は今も駅名に残っている。1956年6月2日をもって、ベジツア市は南に隣接するブリャンスク市に並行され、一つの死となった。ベジツア市はブリンスク市のベジツキとなったが、 ブリアンスク切手の工業地区として発展し、今も面積及び人口では最大である。ありがとうございます。